はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシーです。今日はですね、ちょっとこう、まあ皆さん結構これは疑問に思うんだろうなと思うことをいい質問を受けましたので、それについてお話をしたいと思います。あやこさんという方からの質問ですね。ゆりのお手入れで、長塚先生いつもフラワー TV やブログで勉強させていただいています。ありがとうございます。ユリの花が大好きで先生の作品を真似してアレンジに挑戦しているのですが、一つご質問があります。どうぞ。ユリを入れたアレンジでは完成時点ではだいたいすでに開花したものが1輪と、1日で咲きそうなつぼみ 1,2 輪、もう少し先に咲くつぼみが 1,2 輪とかとがあると思います。これ彩子さんね、すごくよく見てますね。だいたい僕ね、そのような感じでアレンジしてますよね。そこで完成から2日経った頃やさらに数日経った頃にはアレンジ全体がどんな風に変化するか、ダメになってきたお花を除去したり、その抜けた場所に何かメンテナンスするのかなどを写真や動画で教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。今日はまあ指のアレンジここに刺してないので、大体こう口頭で、ね、お話ししていきますけれども、で、まあ、今彩子さんがおっしゃった通り、こうもちろんね、こう僕が刺した時はその時点その形でお客様というか、この注文いただいた方のところにこう行きますよね、一部は大体。なのでこうすぐに飾れるように作ります。まあ、見た感じ、そのがすごく美しい感じで飾ります。あと、まあ、ユリの開花し始めるつぼみっていうのは次の日に開花するんです。もう、なので、まあ、そこまでと、あとその次のつぼみぐらいまでは、だいたい頭に置いて、その花が咲いた時に、綺麗な状態、アレンジメントの綺麗な状態を保っているような形で、刺します。そして、まあ、最初の1輪のユリがこうダメになりますよね、一番最初。そのダメになった時に、その下にこう、それがダメになって切った時に、その下に見える花を必ず入れます。これの時点、まあ、最初のアレンジ作った時点では、そこまでは僕は刺します。ただ、その次のユリが咲くぐらいになると、もう多分他の花も傷んできたりとか、まあ、実際にそのデザイン、自体がもうかなり変化してきますね。そこまではね、実はこうフラワーアレンジって、まあこれ生き花も同じですけれども、そのお花の変化には耐えられないんです。特にユリみたいなこう開花してどんどん大きいお花が咲いていくお花に対しては、そこまでのデザイン性というのはなかなか保ってないですね。ただ作品がすごく大きくなっていって、もうユリをそのままバサバサ入れてどんどん開花させてもいいような形であれば全然問題ないです。ただもう1輪1輪がね、こう、もうアレンジ、このくらいのアレンジだったらもう絶対に無理です。なので、まあ、ユリが咲いてきたらアレンジをし直すような感じ、常にね、こうアレンジし直すような、頭でいる方がいいと思いますね。まあ、それがね、こうユリを刺す時の注意点です。僕が言ったように、最初言ったように、こう3輪ぐらいまでは完全に頭の中が覚えて、1輪が終わった後の花は必ずの1輪の下に置いとく、これはポイントです。ぜひ覚えておいてください。ではね、ユリを生きるときはそのようにお願いします。はい、皆さん分かりましたか。ではまた質問をお待ちしております。すみません、これスヌーピー iPhone ケースです。先生こんな可愛いのって僕よく言われるんですよ。だけどこれ僕ね、なんか黄色い iPhone ケースが欲しくてこれだと思って買ったんですけど、後から気づいたらスヌーピーバスだったっていうね。まあでもまあ可愛いからいいですよね。まあ、余談でした。ではまたお会いしましょう。See you next time.